泉区で衆院選で使う予定の投票箱から3年前の知事選の投票用紙が見つかっていたことが分かりました泉区の選挙管理委員会によりますとおととい泉区内の投票所で職員が投票箱を組み立てた際に2021年に行われた知事選の投票用紙2枚が見つかりました投票箱は当時知事選で利用されたもので 投票用紙は開票作業の際に箱の隙間に挟まったまま見逃された可能性があるということです2枚とも落選した候補者長純一さんの名前が書かれていましたが公職選挙法による異議申し立ての期間が過ぎていることから結果に変更はないということです泉区選挙管理委員会は複数でのチェックを徹底するとしています